と57里の道のりを言います。その中にあって筑前無宿の中心地飯塚宿は、当時西南大名の行列や異国情緒豊かな柿田の一行、時には象、ラクダ、クジャクなどの通行で大変にぎわい、街道筋の人々はさぞかし目を見張ったことでしょう。飯塚本町商店街はその長崎街道飯塚宿の街道筋に位置しています。どうか皆様、王子のにぎわいぶりに思いを馳せながらごゆっくりお楽しみくださいませ。Thank you.